足が引けるようなボールでした。インコースのボール。ショート頭上を越えた。大谷二塁へ。大谷今日初めてのヒット。後続のランナー二塁へ。6回の裏、北海道日本ハムファイターズ。これで中田に回ります。山本さん、最後このパッドボール。そうですね、まあ、コースとしてはそんなに悪くはないと思うんですが、まあ、少し高かったですよね、まあ、ただまあ、リーチが長いと言いますかね、こう、なんて言うんでしょう、まあ、当てただけに見えるんですけど、やっぱ打球が強いですよね。これ、フェンスまで転がりましたね。普通のバッターならレフト前ヒットぐらいでね、収まりそうな打ち方ですけども、結果得点圏まで行きました。